まあ、超手持ちの積もすべて紹介しろまで終わります。先続きましたミッキー&フレンズよりクリスマスプレートベン。クリスマスは遠くに過ぎてるんですよね。まだ次のクリスマスが来るまでね、はい、先なんだけどね。いやー、今年のクリスマスからはね、もらう側から、いや今までもらってたのかよっていうねいや今までもなんかそのね、嫁さんと交換子みたいな感じではやってたんだけどね、もう愛する愛する宝物がねできてましたからね、今年からほっほー、良い子にしたかい今年はみんな、ほっほーっていう立場にねなってやっていかなくちゃいけないところですからね。まあちょっとやってみたいってなるんでね、なんかね、こうまあまあまだね、その頃には娘ちゃんも1歳になってないですから、まあそのほっほーの意味がわからない、ポカーンとしてね、何が起こってるのかわからない、そもそもプレゼントをもらったかどうかもわかんないっていう状態だとは思うんだけど、でもやっぱり人にプレゼントをあげるってすげえ好きというか素晴らしいことだと思うんでね、うん、もうぜひねサンタクロースやってみたいね。ヒゲとか服とか思い切って買ってみようかな。でもまあさすがにそこまでやるのはどうだろう。皆さんこうお子さんとかもしいらっしゃる方がこれね、まあお子さんいらっしゃる方こういうの見ないかもしれないですけどね。逆にそっか、あしまったな、この話僕しない方が良かったかもしれないね。こういう動画見るのもしかしたらお子さん側かもしれないもんねお子さん側がこの動画見てたら、えねえねえママ、今このおっさん話してるのどういうことってなってしまったらもうテレリーだもんね。まあ、何話すか予測がつかないんで止めようがないんですけど、本当に申し訳ありませんでした。つむつむでまさかこんな謝ることになると思わなかったんですけど、本当にごめんなさい。はい、もう懺悔しかありません。ということでまた次回見てくださいね。バイバイ。